こえる？あ、出てる。あ、よかった。こんばんは。あ、ちかさんのアメブロ見て明日歌う曲聞いて泣いてた。あ、そう、私がね今ねちかさんのツイッターリツイートした。ちかさんのねブログにね明日歌う曲のセットリストちらっとね公開してあるんですけれども、ひーひー、こんばんは。今はそう20時まで LINE ミュージックで「シャーベットピンク」を200回再生してくださった方の中の抽選で30名の方にスペシャルトークショー、スペシャルトークショーがあって、さっきそれをやってました。20時まで。そう、30名の方と私たち NGT の10名がイベント、スペシャルイベント、トークショーみたいなのをやってました。盛り上がった。あ、もうね本当に恥ずかしかったです。なんか恥ずかしいことをやらされました。すごくすごく恥ずかしいことをねしましたよ。そう、照れすぎ、あれ照れないわけないよでもっていうようなことをしたりもしました。なんかもうこうメンバーとビデオ通話をこう皆さんに公開しているみたいな感じ。もう私の苦手な萌え系のねこととかをやりました。もう二度とやりません、二度とやりません。あれはもうあのようなジャンルのものは二度と、ね、しません。なのでとてもレアでした。だって今9時半、9時半10時半1時間配信します。明日、そう、明日なんですけど知らない方もいらっしゃるかなと思うのでちょっとお知らせなんですけど、明日は事務所の先輩である親友である山根ちかさんと一緒にオンラインライブをさせていただきます。でそのなんだツイッターとかにも URL があるんですけれども、そこからアプリを取ってっていう風にして見るものなんですけど、ちょっとだけセットリストがねちかさんので公開されてるんですけど、普段 NGT の活動では歌わない楽曲とかを歌います。例えばこのショールームでもカラオケ機能ってあるじゃないですか。そのカラオケも48、46、秋元さんグループの楽曲のみしか歌えないじゃないですか。まあ、よくカラオケ配信はたまにするんですけど、まあやっぱ限られちゃうんですよね。そうなんですけども、普段あんまりこういうショールームでも他のこうアーティストさんの曲とかも歌ってはいけないので、そう限られてしまうんですね。でも明日はそういう縛りもなく、私とちかさんがもう2人でカラオケに行った思い出の楽曲とか、2人でカラオケ行くときにいつも一緒に歌う曲とか、そういうのをいっぱい考えて、あ、この歌いいねとか、あ、
この歌にしようとかもすごいいろいろ、これはこうだからこうしようとかいろいろ決めて選曲したので、あ、そうなんです、アーカイブもあるんです。そう、1500円かなで申し込みいただくと見れて、でもアーカイブでもその分見れるので15日1日間、そうなので、もうレアな、あとは踊るので、だからちょっと不安ですね、ちょっといろいろ不安があるんですけども、でもすごいリハーサル楽しかったので絶対楽しいと思います。で衣装も自分たちで選んで買い出しに行ってっていう風に決めたんですよ。衣装も自分たちで用意をしてっていう、そこから全部始めたので、なので衣装とかも見てほしいです。衣装は自分はあまり明日着る衣装のような系統のものはあまり着ない、だから、あ、どうしよう、これ恥ずかしいっていう、ちょっとねそんな感じではあるんですけれども、なのでぜひ見てください、ぜひ見てください。髪の毛は何にしようかなって今ちょっと悩みどころです。ひー、もうね、最後の方をねリハーサルしてたんですけど、終わりの方はこううるっと、うるっとしてしまいました。とてもうるうるとしました。なので皆さんぜひ、まだ迷ってるなっていう方もいらっしゃると思うんですけども、明日の19時からなので、ぜひ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 絶対ぜひ絶対絶対絶対ぜひ絶対絶対絶対ぜひぜひ絶対見てください。あ、シャーベットピンクって、え、何これ、シャーベットピンクタワーっていうの、そんなのあるの？え、自分で名付けただけ？あ、シャーベットピンクタワーっていうの？これ。何それ？ふうさん。え、ニコもシャーベットピンク？ツーシャーピン？何これ？え、これ何？シャーベットピンクなの？普通にいちごのあれかき氷？ふうさんありがとう、いつもメールの返信もありがとう、ツイッターも見てるよ見てるよって嫌か見られんの、ありがとう、そんな、ふうさんありがとう、シャーベットピンク、君が一番好きだってね、ありがとう、あ、愛してる、ありがとう、元気、握手会以来会えてないけど、あれ、握手会以来会えてない、公園でもね、いつも握手会よく会いに来てください、めっちゃ懐かしい、めっちゃ懐かしい、でも結構昔から応援してくださっている、ありがとうございます、いいね、シャーベットピンク、
偶然かもしれないけどさ、このギフトがあるの、このギフトが、このシャーベットピンクのギフトみたいな、いちごかき氷のギフト、夏だからだと思うけど、やっぱ NGT シャーベットピンク出したから、これちょっと NGT のかってちょっと思い込んでしまいますね思い込んでしまいますね、ちょっとね、ありがとうシャーベットピンク。あの頃は言えなかったけど君が一番好きだ、え、なんでこんなシャーベットピンク飛ばしてるのみんな、ひげさんひげさんありがとう、元気ひげさん、ひげさん、ひげさんありがとう、早く会おうね、また近いよって、あ、おーさん、おーさん、ありがとう、ありがとう、メールの返信も見てるよ近いありがとう、お目目キラキラ、ふんほちゃん、ふんほちゃん、ありがとう、女の子です、ふんほちゃん、ゆかがニックネームを名付けました、ありがとう近い、怖いって言われた、ごめんごめん、ありがとう皆さん、あ、メロディックス見てくれました、初めての歌唱でした、シャーベットピンクの、シャーベットピンク初歌唱でした、どうでしたか、私すごいアホっぽい顔しててびっくりしちゃった、すっごいアホなね顔をねしてたの私、これあのタン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 、アウトロね、タン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 のところでさ、ずっと口開けながら笑ってるの、ずっと口開けながら笑ってて、あ、すごいすごいアホ面みんなでさ、あの撮った後に、撮った後にね、あのみんなでモニターこうやって見返すんですね、こうやって、おー、でも私だけ、私のところで笑いが起きた、ここで私もね、自分で見てね、なんてアホ面な笑顔してるんだろうと思いながらけどね、超楽しかった、あのもうなんか私、モバイルメールで覚えてますかね、書いたの、あのもう本当に楽しくてキラキラしてたみたいな、なんか自分がキラキラして感じたみたいな、モバイルメール覚えてるかな、あの紫のナイキのトレーナー着てた時、セット、それの時にあの収録だったんですね、そのキラキラしてたこと、なんだろう、うん、ゆかちゃん何があったんだろう、うんっていうコメントが多かったんですけど、実はね、そのメロディックスの収録だったんですけど、久しぶりのね、歌番組の収録で本当に楽しかった、本当にもう超楽しかった、すごい、めっちゃ可愛いってやつが来た、ありがとう、なんかね、すごいね、でやっぱりさ、2期生の子とかも初めて歌番組で歌をね歌ったりするじゃないですか、だからなんだ、その収録スタジオにみんなが衣装着てメイクもして、よろしくお願いしますって入った時のみんなの目のキラキラが、うわーって、あの目のキラキラが、私はもう、あ、このキラキラを守りたいって思ったんですね、わでキラキラした目で私のことを見てくるんです、見たり、すごいって、で私も久しぶりのああいった綺麗なあのキラキラなステージで、久しぶりにこうヘッドセットのマイクをつけて、あってなったの、もうね、うん、眩しかった、え、
なんか初めてなんかなんですかね、本当にね、すごく楽しかった。なんか入った瞬間も眩しくて、あ、照明がこんな眩しいんだって。え、そう、タワー紹介が漏れてるって、なんかパパからね、名前が漏れてるよ、なんか言ってない人いるよって言ったけど、私多分全員言った気がするからっていう、ちょっと今 LINE が来てて、なんかもうなんかすごく、あ、え、ヒールさん言った、あ、言ったよ確か、あれ言ってないっけ、君が一番好きだって歌ったよね確か、あれ言ったよね、あれ抜けてた、もうなんかあれ言ったよね、ヒールさん、あ、よく言った気がする、言ってない、じゃあもう一回言うね、ヒールさんありがとう、あ、言ってくれたから大丈夫、言ったよね、言ったよね、パパよく言ったよ、ちゃんと何度も言わんでいいって、サービスだと思って、これそう、ちょっと分かんなくなっちゃうね、でもみんなありがとう、見てくれてるだけで嬉しいです、本当にもう視聴してくれてるだけで嬉しいです本当に、ありがとう。ああ、下手側でゆかとさやが前後で同時に見るって最高だった、あのね、さやとね、こうなってこうやって死にぐるぐる回る、かわいい、かわいいのよさや。だからもう一回またああいうステージで、まだ立てていない、まだあのこの間もは16人だったんですけども、そうじゃなくてみんなまだ経験したことのない子にもあの感動とかを味わってもらいたいんです。一応理解かな、安定感半端ないって言ってくださるんですけど、なんですかね、安定感とかじゃなく、安定感ってなんだろう、なんかなんですかね、え、安定感とかじゃなくて、うるさいだけ、ただえただうるさいだけわかんない多分うるさい、うるさいんだと思うね、うんそれがそう見えているのかな。なぜ季節は気づかないうちに変わっているのかな、トゥ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 、次は30人でいいんで、けどね、こうやって嬉しいです、ああやって立たせてもらえるのも皆さんのおかげ、ゆかとりかとまりなちゃん、そうだよ、元気だったかい、ゆかたちの歌、あれ覚えてね、元気だったかい、メロディックスのやつね、 TVer で見れるんですけど、皆さんぜひ見てください。あのね、なに久しぶりでマリナちゃんと向き合って、おいってやるの見てほしい、久しぶりおい、トゥルルルトゥってぜひ見てください、注目ポイント。そう、ガタピーとね、そうなの、本当はねグーのつもりなの、でもグーでやったら間に合わないってなってこうなった、ゆかはもうこう間に合わなくて、リハの時にええー、指差しに変えた、でもガタピーはうーってやってくれてたガタピーがこうやってやってるのはゆかは指差した、あータン、タラララタン、あとサラのね、ここが好き、スカートの色のね、ところが好き、うん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 、あそこの
って言うに行こうっていう。ゆかちゃん最近芸人さんっぽいね。どういうこと？なんどっからどう見て芸人どう見てもアイドルでしょうか。これどう見てもアイドルですね。変わってるのかな。あと何が良かったかな。あ、アンドゥの可愛すぎるところがかわいかった。あれ、あとあのサーヤがパンって抜かれる時のあの安定感、あそこ見た時みんな顔が強いってみんなで声揃えて言ったあとツグのしゃべ愛しさはシャーベットピンクっていう、なんかちょっとしたなんかちょっとしたナチュラルなウインク、ナチュラルなウインクがたまんなかった。すぐの落ちサビの、できないよかあんなの。でも NGT のスタッフの皆さん本当優しいんですね。なのでやっぱあの練習の時とかはね、やっぱ注意やっぱしてくださるんですよ。ここもうちょっとアドバイスね、もうちょっとこうした方がいいよとかやっぱアドバイスくれるんですね。もう本番終わった時にはスタッフの皆さんよくやったねって、もうなんかもうえ、親バカみたいな、メンバーみんな親バカって言いながら、でもスタッフのみんなお疲れ様って、で周りにはやっぱりこの私 NGT の前後で収録する方々がいらっしゃったんですねそうけどやっぱそんな中でもお疲れよかったってみんなで、映像見終わった後にみんなで円になってやってちょっと恥ずかしかったけどやっぱ嬉しいしね、あの始まる前はやっぱこうアドバイスねくれたりするんですけど、終わってからはでみんなメンバー、ありがとうございます、いや親バカみたいなけどそういう感じで、嬉しかったですね。すごく楽しかった。そうユニバーサルさんと NCT のスタッフさん、そう本当に楽しかったです。楽しかったです。すごく。でも基本的にあの NGT の現場、 NGT の現場っていうか、まあみんなでやるとき歌番組とかね、まあ劇場公演とかもだけど、やっぱ準備が楽しいね。本番も楽しいけどね、本番は楽しいのは当たり前ですね。やっぱなんか日本に来たばかりの海外の方みたいでした。楽しいのは当たり前ですねなんかあの当たり前なんですけど、本番が楽しいのは練習じゃなくて本番前の準備、メイクしたり着替えたり髪やったりで髪の毛を終えてみんなと喋ったりみんなでちょっと合わせたりっていう、そういう練習時間が、本番があるワクワク感と本番のためにやる髪型と気合を入れてっていう、そういうの楽しい、なんかなんですかね、そのドキドキワクワク、やっぱ5年経ってもなんかなんですかね、なんか楽しいワクワクするですね。これね思い出すだけで楽しい。おお。あのね、なんか本当にね楽しいね、楽しいね、だからみんな
みんなでまたこういう風な経験もたくさんできたらいいなって思います。でみんなのね写真を撮るのが最近好きで、このキャメラで撮ったんですよ、みんなのこと。みんなのことをねこのカメラで撮るんですよ。もうね可愛い、みんなのこと撮るの本当に楽しくて、この間もねあの朝早起きしてたって時あったじゃないですか。あの時も何百枚くらいか撮ったな。今度俺も撮って、いいよいいよ撮らせてみんなのこと。私なんかカメラマンさんがパチ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 いっぱい撮ってくださる気持ちがねすっごいわかるもん。え、そんなに撮ってくれるんですかってね思うけど、本当にわかる、止まんないもん。ほらもう可愛いでしょ、これリカちゃんなんだ、これはリカちゃん、あこれ私がマネージャーさん撮ってくれたんですけど、これレイちゃんとかね、レイちゃんめっちゃいっぱい撮ったもん、ほら止まんなくて止まんないの。楽しそうでしょ、止まんないのよ。ただ全部載せるってなるとさ、もうものすごい量だからさ、アベマ TV の観覧の時数百枚撮った、お気持ちがわかるんですよ。もはや動画レベルのすごい枚数なんで、3桁あるあるある。写真もっとアップして、ケイバラさんにもたくさん撮ってもらってね。確かに明日このカメラ託そうかな、カメラ始めた、そう小出しにしよう、そうだね、デジカメとにかく数撮れる、うん、おぎゆカメラワイマアベマで撮りまくった、ありがとう。そう、あ消えちゃった、ほらこれ22歳最後の西村菜々子を撮ろうとしたら中井さんが入ってくる、で22歳最後の西村菜々子を撮ろうとしたら中井さんが入ってくる、はい中井さんが入ってくる、入っている入ってる、来た来た来たっていうようなね、かわいいのよこれ、みはるね、これガタピー、これリカとかね、これね本当にあのね本当にね撮ってるとねやっぱほら中井さんが入ってくるのよね、こうやって西村菜々子もう楽しかった。これレイ、この間レイちゃんのこといっぱい撮った、これはガタマリ、これマリナ、今度はね2期生とか研究生の子のもいっぱい撮りたい、うん、あ撮り放題でいいな、だってほらもうみんなに全部見せたい、ほら見ていっぱい撮ったの、ほら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 、ガダピーもねすごくおしゃれに撮れたの、おしゃれかわいいね、ほらいっぱい撮ったの、あもう全部出したいんだけどね、本当は全部見せたいんだけどね、なかなかね本当はもっといっぱいあるのでね、ひなちゃんお願い、え、ぜひぜひ撮りたい撮りたい、みんなのこと撮りたいからね、うん、すごいです、そのメモリーカードください私カメラマンさんはやっぱりものすごい練習を積んで、やっぱテクニックとかもあるからカメラマンさんにはなれないけど、NGT メンバー専属カメラマンになりたい、カメラマンかそれ、違う違う違う、プロカメラマンというか NGT メンバー用カメラマン、 NGT メンバーオフィシャルではないけどオフショットカメラマン、 NGT オフショットカメラマンになりたい。私はいいんですよ、自分は撮られなくて、なんか自分は家族が撮ってくれるから、メンバー撮るときはメンバーをねめちゃめちゃ撮りたいです。あのね本当に可愛くて
あ、これはね、これれいちゃんヨーグルト食べてる、かわいいね、ほられいちゃんかわいいの、スカートひらひら、あ、見えないね、綺麗に撮れた、みはる、いい笑顔、蚊取り線香とれいちゃん、蚊取り線香じゃないよ、蚊よけ、前から突っ込んでくる中井さん、前から覗いてくる中井さん、でこの前はね、あんまり時間がなくてなかなか撮れなかったので、なのでもっとね、皆さんにやっぱいろんな方が見てくださってるので、ね、ツイッターとかは荻野ファンじゃなくてもやっぱ NGT を応援してくれる方も見てくださってるのでね、なのでいろんな子のを載せたいと思います、研究生の子も撮り方うまい、ありがとう、昔 AKB とフラッシュのコラボ企画でやってた友達みたいにオフショット写真、やりたい、どうやったらできるの、そういうの、私本当に絶対自信あるもん、久々に見れた、ありがとう、生写真売ろう、やりたい、ブラジルのファンです、出して、ここブラジル、すごい、ありがとうございます、あとやっぱ最近は生写真が自分で自撮り、生写真自分で撮るのになったじゃないですか、生写真だから、なんかそれをゆかがみんなの撮りたい、もうゆかがみんなの撮りたいぐらい、あー、ゆかがみんなの撮りたいくらい、あの子は、あ、ははっち、シャーベットピンク、ありがとう、あ、ごめんね、そう、メロディックスで真似しちゃった、ごめん、ごめんね、本当にごめんそうだ、メロディックスでちょっとモノマネしてしまいました、いつものショールームのノリで見た、見てくれたかな、本人見てくれたのかな、あれごめんね、うん、うん、ありがとう、でもおかげで、おかげで楽しかったですありがとう、本当にいつもどうもありがとうね、やっぱやっぱショールームっていろいろなことが生まれるからいいですね、ショールームからいろいろなことが生まれますから、何があるかわからないですショールームも大事だ、やっぱり本当、次はあなたが真似をされる番かもしれません、なんて、いやー、メロディックスね、あの頃は言えなかったけど、君が一番好きだ、あ、モンさん、シャーベットピンクありがとう、シャーベットピンクありがとう、シャーピンなんだ、ありがとう、うん、危ない、名前ちゃんと言っちゃいそうだった、危な、危ねー、ふー、ありがとう、関西の、ほなまた来るね、ゆかちゃんありがとうって言ってくれる、似てないな、似てないな今の、けど頭の中ではちゃんと浮かんでるのにな、ありがとう、あ、今見てます、メロディックス、
ありがとう。ゆかちゃんの真似したら怒る？全然怒んない。いつも真似さ、メンバーからよく真似されるのでね、私。あ、この前石川県に来てくれてありがとう。あ、楽しかったです。とても素敵なところでした。石川県、牡蠣も美味しかったな。ゆかちゃんモノマネしやすい？なんでだろうね。なんでだろうね。どういうことなんだろう。なんか大きい声出したりテンションが上がるとか、大きい声出したりこう上がると声が裏返っちゃう。裏返るっていうか、この地声のまんま大きい声出したら届かない。だから裏返っちゃう。こんばんは、こんばんは。あのね、今日キャッチフレーズを久しぶりにさっきね、やったんですよ。あのさっき、あの LINE ミュージック200回再生してくださった方の限定30名のトークイベント、トークショーで、キャッチ、自己紹介でキャッチフレーズを久しぶりにやったんです。で、本当に何ヶ月ぶりかにやって、忘れてはなかったんですね。忘れてはないのに、なんかあれどうやってやるんだっけって一瞬思っちゃって、おーい、なーに、なんでもない、なんでもない、何があってもへこたれない。だけどあの時はなーに、おーおーい、なんでもない、へこたへへ、何でもない、何があってもよくない、ない、なんかちょっとハブ、ちょっと省略バージョンになっちゃってて、あれ違うわこれって思って、あっと思った頃に遅かった。あ、何でもない、何があってもよくない。でもさ、思ったの、例えば私が、わかんない、仮にですよ、わかんないけども、で例えばもう20後半くらいまで例えば NGT にいたとするじゃないですか。そしたらさ、その何でもない、何でもない、何があってもへこたれないとかさ、なんか言ってるのちょっとやばいかなって思ってきて、最近21歳はまだ全然、けど28歳9歳とか、例えばね、もしそうだとしたら、すごい大人の女性が、なんでもない、なんでもない、え、違う違う、アイドルが28歳とかじゃなくて、このキャッチフレーズを、このなんでもない、へこたれないっていうのを、このキャッチフレーズね、アイドルの年齢じゃなくて、このキャッチフレーズを、そのね、お姉さんの年齢になった私がやったら変じゃないかなって。いや、ゆきりんさんは違う、ゆきりんさんは可愛いじゃないですか、あのキャッチフレーズ。私はちょっと本当に意味わかんないじゃないですか、なんでもない、なんでもない、何があってもへこたれない、もうどうしようって思って、なんか恥ずかしくないんですけどね、全然。ただね、初めて見た方とかはさ、私がもっと大人になった時にこれやったらさ、なんかおおこうやってならないかな。まあでも、もうちょっと年を重ねたらね、もうちょっとあの喋り方とかも大人になってくると思うので、大人の言葉とか、どうやって大人の言葉とか言ってね。だから今までは何でもない、何でもないだったけど、何でもない、何でもない、何があってもへこたれない、荻野ゆかです。
こういう大人っぽいバージョンでいこうかなみたいな。なんでもないなんでもない、何があってもへこたれない荻生佳こと荻野ゆかです。よろしくお願いします。こういう大人っぽい、ね、逆にしっとりと、あ、きっしょって言われちゃったそんなこと言わないで。じゃあもうこれでいくわ、これでもう一生これでいくよ、これでまあでもこんなこと言ってでも実際ステージ立ってテンション上がるとそうなっちゃうんですけれどもね。うん。ゆかから元気取ったら何もない。それもそれで悲しいけどね、結構え、それもそれで悲しいけどね。ゆかから元気取ったら何もないわね。ちょっとこの5年間私何してきたんだってなっちゃうけどもね。もう頑張んないとね、もっとね、元気以外の取り柄を何か作んないとね。じゃあこれからもうちょっとで5年目6年目で入るけど、あ、ふうさんシャーベットピンクだ、ありがとうありがとう、メールの返信も読んでるよ。いつも名前がねローマ字だからとってもわかりやすい。あ、長いローマ字だからすぐわかる、ありがとう。趣味釣りって言ってたっけ、趣味が釣りだっけ、あれ違かったらごめんね。なんか言ってたよね、メールの返信か何かで。ここで晒しちゃうスタイルじゃあメールの返信か何 か, かやっぱ書いてあったんですよね、趣味釣りが趣味みたいな。ありがとう。シャドウキラキラだねでしょ。僕も返信してるためにもちろんわかりますよ、もちろんわかりますよ、見てるよ。ひかちゃんギフト投げれなくても、え、もう絶対、もう私はコメントくれてるだけで嬉しいです。そんなギフトは私は本当にもはや申し訳ないくらいです。本当になんかそういうの考えないで気楽に見てほしいですね。本当に気楽に見てください、本当にね。やっぱコメントはほらみんなの全部読めないからさ、申し訳ないんだけど、でもこうやって見てるので。今日のリップクラランス、ちょ、惜しい惜しい惜しい、クララン、クラランスじゃないけど似たような見た目のやつ、見た目似てるよね、クラランスに。これディオールアディクトリップグロウオイル015、でもお目目で全コメント追ってくれてるの嬉しみ。本当はここを見て喋るべきなんですけどね、コメントの方ずっと見てる、可愛いから。ダランとして見てる、あ、もうダランとして見てて、本当にダランとして見ててください。コメントが嬉しいです。コメントくれないとだってショールーム成り立たないからねコメントが一番大事。めっちゃ潤うリップ。寝転がってる、ゆかも寝転がったいな。そう、越谷雷すごかった、アイス食べながら見てる、いいの。チョコアイスだったらかなり羨ましい。なんか大人っぽいな、大人っぽい。
オタ3人で見てます。ヤッホー3人ゆかだよ。ゆかの話で盛り上がってるかい。今きっとこれ見てニヤニヤしたはず。その3人違う？またすっぴん配信してください。あ、よっぽどじゃないと嫌ですよ。嫌ですよ、よっぽどじゃないと。冷房効きてすぎて、冷房効きすぎて寒い。わかる。ゆかもだから何度も何回も何回も調節してる。風量あ、妹と見てます。やった。唇潤ってますね。どうしたら前髪ストレートになる。アイロン、アイロンですもんヘアアイロン、ヘアアイロンです。うちの娘はゆかちゃんと同い年。お友達になろうハイライト綺麗ね。ほんと？うーん、太田一人で見てます。ありがとう。明日の近いかライブ、お酒飲みながら。おいいいいいね、いいね。ちなみにコメントもできるので、コメントも待ってます。明日。もちろん、あんた、うんうんうんよ、さん。ありがとう、シャーベットピンク。ありがとう、まつげ攻撃。やばい。ありがとう。いつもなんか絵文字3つ並べてるイメージ。絵文字3つ、こういう絵文字よく使ってるイメージ。そうそう、サイの CD 来ないんだけど、後回しにしてる？後回しにしてないです。名簿順に書いてるので。もう書い、もう書きましたよ。でも追加の分が来たので、その分はまだ書けてない。サインまだ来てない。8月のなんか下旬中旬くらいに発送するみたいな感じだった気が。待ってて、待っててね。今日3回停電した。もう雷すごかったもんな。だって仕事戻る。頑張ってね。ゆかちゃんの写真地引き。ゆかちゃん、さっきのキャノン氏のカメラ見せて。キャノンのカメラ。もうお気に入りでも、なんかレンズが何がいいかとか分からなくて、パパとずっと調べてたけど全然分かんない。詳しい方教えてください。やばい、なんかさ、どれ読もう、どれ読もうってなったら無言になっちゃった。どんな写真撮りたいかで、レンズ。人物を撮りたい。24なん、なんていう、なんていうの、ちょっと撮っとこう。メモメモメモ。ちょっとわかんない、メモして後で調べよう。カメコさん、チームエイトのファンの方はカメラく、あ、確かにチームエイトさんのね、ファンの方はめちゃめちゃ詳しそう。ポートレート。
今さ今日のアイメイク、本当今日のアイメイクいいですか、目キラキラなんですけど、今日ほくろ増えた、ほくろはねもともと多い、耳もほくろあるしね、ここ待ってやばっ、めっちゃあるかもしれないほくろ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19、うん、いっぱいあるほくろ、ほくろやだ、でもさほくろ数えたらさ増えちゃうって言うけどさ、なんでだろう、なんでそういう説があるの、え、ほくろ数えたら増えるってさどうしてだろう、数えたら増えちゃうんだ、あ、新たに見つけちゃうからってことか、そうなんだ、じゃあ本当はもっといっぱいあるんだろうな、マジックでほくろ描くと本物になる、え、それ本当、色素沈着しちゃうとか、あ、気にすると今まで気にしなかったほくろが目に行くから、迷信じゃないの、確かに、じゃあ数えるのやめよう、やめピやめピ、ビビ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 やめピーやめピーやめピー、明日楽しみ、明日楽しみだけど緊張する、明日楽しみだけど緊張する、緊張する明日、地下床グッズ出さないの、グッズないですね、緊張する、緊張するのするよ、来ますよ緊張、皆さん見てね見てね、ここにいる人たち、明日って何のこと、明日は地下床でオンライン生ライブ、オンラインライブ、緊張しないで頑張ってね、緊張する、緊張するよ、だって歌だってそんな上手なわけじゃないからさ、でもさそんな上手なわけでもないしさ、歌うのは楽しいけどね、歌うのは楽しいけどね、上手ではないからさ、ただなんか上手さをさ出すのも大事かも、だけどさ楽しい、楽しいっていうのが一番、けどやっぱ歌の大事、上手さも大事だけどさ緊張するんだよね、あ、のほんほんさんありがとう、いつもありがとう、ショールームも見てくれてまた俺に、はい、俺にまつげ攻撃、あ、のほんさんありがとう、いつもありがとう、見てね明日、あー
から明日、あ、緊張してるんだなこの子っていう感じと気持ちも忘れつつ見てほしいです。逃げに入っちゃうようですが、逃げに入っちゃうかもしれないけど、きっと緊張してるなこの人って思いながらもっていうのを頭の片隅に置きなつつ、温かい目で、温かく温かい心で見守りつつ楽しんで見てほしいなって思います。でもそう、ちかさんもダンス習ってたんですよ昔。だからちかさんもダンス上手なので、そこにも注目してください。いや、すごい楽しかったんですよ、リハーサルね。すごい楽しくて、けど緊張するんだよ。まあでもいつもこんな感じなんですけどね、なんか本番ある前に、例えばライブとかね、歌番組もですけども、いつもこんな感じなんですよ。こういう感じが久しぶりっていうだけなんですけどね。そう、ライブっていうのがないじゃないですか最近はね。だからこういう緊張がね、久しぶりだから変な感じするのかもしれないけどね。緊張する。たとえさ、お客さんが目の前にいないとしても、見られているは見られているわけじゃない、見てくれてるは見てくれてるじゃないって考えるとさ、だからなんか間違えちゃったらどうしようとか、失敗したらどうしようとか、なんかいろいろ考えたら、あーってなるけど、やっぱ本番だったら楽しいんだよね。やっぱり私慣れないんですよね。本当に緊張になれないんですよね。どうしたらいいんだろうって思って、よく緊張しない方法は教えてって言われるけど、私が教えてほしいくらい本当にちゃんと人って書いたり、私は女優と思いながら、やったりとかね、そういう呪文を唱えてます本番前。私はアイドルじゃなくて、私は女優って言ってる。いや、アイドルじゃないんかーってね、私は女優って。やっぱ最初は緊張してさ、もうどうもできないから、女優さんなんかなりきるっていう意味でね、最初はただね、やっぱそう思ったらできるのよ。本当に演技がどうとかじゃないですよ、演技が上手下手とかそういう女優さんじゃなくて、私は女優さんだから、パッて回ったらパッて切り替えられる、そういう意味の。口には出してないですよ。口に出したらちょっと変な人じゃんね。口には出してないんだけどね、気持ち的に。今は切り替えれる。今は緊張しないよ。これ通常だから。はあ。今はね、緊張しないんですけどね。アイアンパーフェクトヒューマン、ノー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 。器用な人が羨ましい。あ、足の裏が痛い、足の裏が痛い。なんで？
れ、今何しようとしたんだっけ。あ、もうすぐにお風呂に入る。10時半になった、だって。まあ、リコはすぐにお風呂に入りたい。お化粧落とそうかね。ロックラゼット。お風呂入らないと。だから今日は早く寝るんだ、明日のために。あ、なんかペトペト。まだ入ってないの？どう見ても入ってないでしょ。お風呂入ってないんですよ。髪の毛がちょっと、ゆかがこうお化粧落とすまでが配信。お化粧落としたらもうおしまい。あー、買いに行きなさい。これスプレー固まってるな。明日の予定は、だから明日の予定は近ゆかのオンラインライブだから、本当に見てほしいの。だからツイッターで URL から飛んでください。待って、ゆかがゆかが終わるまで見守っててください。これ眠たくなってきた。どこで見れるの？サンバっていうアプリです。あ、私のツイッターの